はい、コンバッターウィングからのゲーミングマウスですね。4800dpi、dpi 自由可変可能のマウスなんですけれども、それのテストですね。dpi がどういうふうに変わるかというところを見ていきたいと思います。今、Windows 10に、このコンバッターウィングのマウスを、挿したところです。で、特にドライバー等は今入れてない状態です。の状態で今緑色に光っています。で、この状態でも実は DPI の変更は可能です。マウスのその他のボタンの機能を使うには専用のドライバーが必要ですが、 DPI の変更と普通のマウスですね、このロールと普通のボタンだけであればもうこの状態で使うことが可能です。ちなみにマウスのボタンはこんな感じですね。ロールですね、こんな感じです。で、DPI の変更なんですけど、実はこの真ん中のボタンですね、が変更する合図というかボタンになっています。で、緑が標準になっていて、で、押していくと細かくなっていきます。なので、基本マウスの動きがより機敏になっていきます。で、色の変わりを見ていきたいと思います。青、白、赤、緑と。で、ちなみに赤はもう一個、もう一段階雑い、荒い方のモデルで、なんで上に2段階、下に1段階変更していきます。これをずっと繰り返します。はい。なので、ちょっと今見にくいですけど、ここにマウスのカーソルがある状態です。こちらを見ていただくと分かるんですけど、今の状態でこう押すとこんな感じ。ぐるぐる回ります。で、もう一回押すと、同じように回しても、ちょっと円の大きさが大きくなりました。次、もう一回押すと、大きくなりましたね。で、次、全然回らなくなりました。こんな感じで、読み取る荒さというんですかね、読み取る精度っていうのがどんどん変わっていきます。これはですね、ゲームマウスといってで、ゲーミングマウスでゲームにも確かに使えるんですけれども、いろんな作業をする際ですね、例えば絵や何かこのマウスで書くものをするたりとか、あとパワーポイントとか資料を作るときとかに、こういうのが変えられると、実は意外と便利だったりしますので、意外といいかなと思います。ゲーミングマウスと言いながらも、この DPI 自由可変っていうのはなかなか使えるものではないかなと思いますので紹介してみました。今回紹介したのはコンバッターウィングから出ていますゲーミングマウスですね、でした。こちらです。